まだ隣で外人外人外人って聞こえてくるって。さっき部屋に入った時にですね、一人のね韓国人の人がなんかその帽子見たみたいな、ことを言ってましてですね、で要はそのすげ傘なんですけど、でそれで「あどこで?」みたいな、あのブルゴスで見たっていう言ってて、でそしたら他のねなんかのアメリカ人の人とかも「Me too, me too」みたいな、なんかやっぱ帽子めちゃくちゃ目立つんで、なんかいろんなところで見られてるっぽいですね。でなんか再会したよみたいなことをなんか言ってましたね。はい、この街なんですけども、アルベルゲ以外はほとんど何もない感じなんですが、今これ食堂なんですよ、ね、なんかめちゃくちゃおしゃれ、なんかユニバーサルスタジオジャパンに来たみたいな感じのすごいいい感じの食堂ですね。おはようございます。今朝のだいたい7時ぐらいで、気温10度くらいです。ですね、昨日のアルベルゲ、村がねアルベルゲ以外ほとんど何もないみたいなとこで、もうなんかみんなアルベルゲでテラスでなんかヨガしたりとかなんかしてましたね。なんかすげえ交流しました。で今日はねあんま考えてないんですよ。まあ一応30キロ先に村がありましてですね、まあそこまでまあ足の調子見ていけたら行こうかなぐらいの、はい、そんな感じです。なんで今日も気ままに歩いていこうかなというふうに思っております。で今日は無理かな、今日明日明後日、まあどっかのタイミングで昨日ねそのスペイン人の人と話してて、でそしたらなんかその途中の村がありましてね、メリーサって言ってたかなっていう村があって、でそこがタコ料理が有名だと、でプラスその村で一番有名な店はこれだって言って教えていただきまして、でなんだけどこの店が一番有名なんだけど俺が好きなのはこの隣の隣の隣のこの店だっていう地元民の情報を聞いたんで、まあ、それは通過するときにですね、まあ、今日か明日になると思うんですけど、まあ、絶対行こうというふうに思ってます。はい、2つ目の街に来ました。ちょっとねバーレストラン見つけたんでちょっと入ってみようかなと思ってます。はい、ここのレストランね行ったんですけど、ここのトルティーヤめちゃくちゃ美味しかったっすね。やっぱ店によって全然味違いますね。なんかすごいパサパサなねところもあれば、ここはねなんか半熟みたいな、めちゃくちゃ美味しかったです。さあ歩いていきます。はい、結構都会の街に来ました。ね、電車ありますね。なんか久しぶりに電車見た気しますけどもね。はい、ちょっと大きな街なんでね、ここを通り抜けて、まあ、ついでにちょっとどっかで休憩しようかなと思っています。はい、今ティーブレイク中ですね。美味しいですねスペインのコーヒーね。サー君いいですね。なんか大きな街でもバーとかレストランもいっぱいあるし、薬屋さんもあればコインランドリーもあるっていうね、なんかすごい便利な街ですね。まあちょっとね本当この辺がね土地勘知らないんで、こう全然知らなかったって感じなんですけど、まあまたねカミーノ2回目来ようってなったら、まあ、次はこのサー郡、はい、泊まりたいですね。便利なんで、まあ、今日泊まったとこね本当はアルベルゲ以外何もないとこだったんでね、まあ便利ですね、いいっすね。さあ昨日ねちょっとスペイン人の人と話しててなんか気づいたことがあったんでね、ちょっとお話ししたいんですけど、僕ね結構前になんか記事を読んだんですよ。でそれ何かというと、その日本にね、まあ、来た外国人の人たちが外人って呼ばれるのが嫌っていうね、で外人っていう言葉は差別だって言って、で外人という言葉は使わないようにしましょう、外国人という呼び方にしましょうっていう記事があったんですよ。なんかこのピンとこないというか、いやまあなんかそのねなんかまあ嫌がってんだったらあれですけど、別に差別意識があって言ってるわけでもないと思うんだけどなみたいな、なんかあんまりピンとこなかったんですよね。で、昨日なんですけれども、アルベルゲで、スペイン人の男性の方となんか喋ってました。でその人ね四国のお遍路行ったことあるって言ってて、マジでみたいな、でこの帽子ねこれ、はい、これ知ってる知ってるって言って、家にあるって言ってるんですよ。で、ああそうなんやすげえなーみたいな、まあ
僕全然喋れないんで、Google 先生のね、翻訳機能を使ってそれで喋ってたんですけど、でその時にスペイン人の人がすんげえ外人って言われたって言ってたんですよ。でその時にああと、そういえば僕ね、その前になんかそういう記事読んだなと。で外人って呼ばれたらどんな感じでその嫌な気持ちになるのみたいなことを拙い、英語で聞いたんですよ。でそしたらね、なるほどなと思いました。まあ、その人が例えば四国の辺でね、でご飯屋さん行くじゃないですか。でご飯屋さん行ったらまあすごい見られると。やっぱり自分は外国人だから。でその人は、白人系の感じなんですよ。スペイン人のね。でまあチラチラ見られるのはまあわかると。その日本ってほとんど日本人だからと。例えばこのスペインだったら、いろんな人種の方がスペイン人のねいるわけですよ。いろんな人がいるんですよ。だから別に僕スペインにねこう歩いててもそんな別にジロジロ見られない。まあこの傘かぶってたら見られますけど、そうじゃなかったら別に普通なんですよね。でその時に、まあ、自分は日本まあ好きなんだと。でちょっと日本語を勉強してると。でまあ会話できるっていうほどじゃないぐらいなんですよ確かに。だから、日本語の全部は聞き取れないけど一部聞き取れると。でその時に例えば、机に座ってね、でご飯食べてると。で食べてたら隣の席のなんか若いカップルが外人って言ってるのが聞こえると。で、あ、なんか言ってんなって、ちょっと見たら向こうもなんか、あ、みたいな感じで、ずっとチラチラ見てると。で、そしたら次、後ろの方の席からですね、なんかおじいちゃん、おばあちゃんみたいな人が、外人って言ってるのが聞こえてくると。単語として。で、あ、なんか言ってんなと思ったら、次、お店のカウンターの中のお店の店員さんが、外人って言ってるのが聞こえてくると。なんかわかるわ。確かになんか外人ばっかり言われてたらで気になるよな。でしかもまあその人スペイン人で、お寿司好きなんですよ。で刺身とかも好きなんですよね。でタコをやっぱその日本ね、タコを別に全然食べるじゃないですか。で頼むと。でそしたら日本人の人が、タコ食べれるのすごいって毎回言ってくると毎回。いやスペイン普通に食べるわってすんげえ思ってると。なんか日本人の人、日本以外なんか世界中タコ食べないと思ってんのかみたいな感じで、すごいやっぱり言われるそうなんですよ。いや全然食べるけどみたいな。あーおーおー、Thank you Thank you って言ったら、また隣で外人って聞こえてくるって。俺はスペイン人じゃーって言いたくなったって言ってました。そう、わかる。そらわかるわ。確かに僕もね、じゃあスペイン今ここいますけど、スペインのご飯屋さんに行って、じゃあねその周りの人たちがですね、僕の方をチラチラ見ながらずっと外人って言ってたら、確かにもうなんか居づらいなってなりますよね。あー、それはなんかね思いました。でただそのスペイン人の男性もね理解ある方で、やっぱりさっき言ったみたいにですね、日本は人種がもう限られてるとね。だからセイムフェイザー、同じような顔って言ってたから、まあ、人種が一つっていう意味やと多分思うんですけど、まあ、だからこそ他の人種の人が来た時に、まあ、すごく珍しがるから、あ、分かるんだけどねっていう風に言ってましたね。まあその人スペイン人なんで、もちろん EU ですから、なんかいろんな人種の人がいるのも普通だし、なんかどこの国の人なのって聞くのがもう普通なんで、なんかその辺の感覚がね、ちょっと全然違うんだなというふうに思いました。だからこそ、僕が読んだ記事ってめちゃくちゃ的外れなんだなってことも分かりました。結局その外人という言葉がどうじゃなくて、マインドなんですよ多分日本のその感じね、はい、要は日本人かそれ以外かの感じ、はい、要は日本中心なわけですよ。でもこれは日本人がそういう性格だからとかじゃなくて、単純に国の状況がそうだからだと思います。島国で、他の人種の人がすごく少ない国だからです。仮にじゃあスペインが同じ状況だったら、スペインの人たちも多分同じことやってますというふうに僕は思いますので、だからその辺はね、まあ仕方ないねっていうふうにそのスペイン人の人が言ってました。だからなんか日本人より日本のことよく分かってんなこの人みたいな、すごく思いました。まあでも日本好きだよって言ってましたね。まあなんで僕もね一応フォロー入れましてね、いやそれは確かに嫌だねと自分はスペインに来てそういうふうに言われてないから確かに楽だわと、それ言われたら確かにきついよねって言っときました。
で、そういう意味では考え方としては狭いかもしれないけれども、ただ狭い分めちゃくちゃオリエンタルだから、また日本遊びに来てねって言ったら、おーイエイイエイダイレクジャパンってすごい言ってたんで、なんかいい感じに収まりましたけどね。だから記事では、外人という言葉は差別用語なんで使わないようにしましょう、これからは外国人って言いましょうっていう風に記事では書いてましたけど、何の解決もならないですね。はい、マインドの問題なんで。だからすごい難しいですよ、これを改めるっていうのはね、なかなか難しいでしょう。ね、日本の田舎のおじいちゃんおばあちゃんにこの話して、いやでも外人は外人だろうって、外人さんは外人さんでしょってなるでしょうね。だからすごい難しいと思いますけれども、だから日本の、国の状況とかその辺を逆に知ってもらうっていうかね、理解してもらうっていう方がもしかしたら早いし、外人という言葉は差別なんで外国人っていう言い方にしましょうって言って、じゃあみんなが外国人っていう言い方しました、そして、周りの人がですね、みんな外国人外国人外国人って言うんですよ。一緒でしょ、結局同じことなんでね。記事を書いた人はもしかしたら外国人の方が、おほらなんで、記事を書いた人はね、多分外人って言われてなんかこう嫌だなって、なんでなってるのかってことをね、理解せずに多分記事書いてんじゃないかなと思いましたね。はい。